正直怖いゲームをやるというのが目的なんで今回は。ロジある夏の夕暮れ時、私はある路地の入り口でふと足を止めた。夕立の後の蒸し暑い湿気の中、奥から冷たい風が吹き抜けてくる。ふと幼い頃の夏の日を思い出し、心の底に、心の奥にしまっていた冒険心をくすぐられた私は、寂れた路地へ足を踏み入れた。なんか左上に、おぉ、なんだこの昔ながらの、FPS によくある、この感じ。かがんでいる間足音立てない。足音は立たないじゃなくて。その時聞こえたあまりにもうるさい日暮らしの鳴き声は、これから起きる惨劇を知らせようとしていたのかもしれない。わ、なんかちょっとびっくりした。これ以上は濡れていて読み取れない。ちょっとさすがに全部読むのあれだな。うんたらかんたら。神隠し。うんたらかんたら。化け物が連れ去ったというような証言を残している。当時の警察は証言者がショックのあまり記憶障害を起こしているものと判断し、カウンセリングを受けさせ、てんてんてん。これ以上は濡れていて読み取れない。あ、びっくりした。なんだよ、それ。そのトラップ。なんか、いきなり止まって、なんか、ジャストモニカみたいにいきなり出てくるかと思った。クソビビッと。マジでビビッと。落ちちゃねえ。やばい、これだけで、こんだけビビってたら、ちょっとマジで先が思いやられる。海兵。まあ、でもこう、通り抜けるには暗すぎる。あ、これでライター、おい。そんな暗い。え。多分ね、僕が思うに、ここからが、あれっすね、多分立ち入っちゃいけない。多分ね、岡田敏夫がね、このゲームやったらマジでここ鋭い考察をやるよね。ここ、あ、踏み入っちゃいけない聖域なんだよね、みたいな。ほら、ここで日暮らしの鳴き声が聞こえなくなるでしょ。ここからが人間が立ち入っちゃダメな場所なんだよね、って。口調はちょっとひろゆきだけど。多分ね。え、ほらほら、なんか勝手に閉まったよな。やばい。青鬼の館とかさ、だいたい、うわっこんな早く来るかと思う。もうやりたくねえや、普通に。普通にやりたくない。で、あれ買ってやればよかったな。左下のあれ見て思い出したけど、エヴァンがつけてるさ、心拍計みたいな。この青い玉っていうのは、この青色っていうのが、まあ水の表現をしていて、水っていうのは昔から死のイメージで使われていることが多かったんだ。これ以上言ったら本当にあなたは命の危険がありますよっていうことを示唆してるわけだね。これもう明らかに、縁起が悪い、あれのオンパレードだよな。黒猫が横切るとやべえって言うやん。で、ちなみにさっき水のイメージが恐怖って最近ガチで大学の授業でや、
おい、草かよ。やったんだよな。日本のホラーは水で怖がらせるらしい。水イコール死のイメージでよく使われてるらしい、ホラー映画で。あと、青色も、なんかそういうイメージで使われるらしい。ちなみに白は、白も死のイメージだったから、なんか昔の縄文時代とかで、死んだやつってさ、墓埋めらんないでそのまま野ざらしにしとくやん、縄文時代昔は。で、白骨になるやん。で、骨って白いやん。だから白イコール、なんか、死というか、静かにしなくちゃいけない。とか、そういう意味があるらしくて。だから、なんか白い場所は静かにする場所が多いらしい。なんか、例えば教室とか、学校の壁とか、なんか、プレゼン、てか、講義のするとこの部屋とかって白でできてる。いや、大部分が。でも、そういう意味があるらしいですよ。あと、横断歩道とかな。なんか、騒がないで静かに、渡る。みたいな。なんか、そういう感じの、あれをやったわ。でもさ、でも普通にマジであの、青いボールはガチで、あると思うわ。黒猫も、さっき横切ったしな。あ、こっちにも、おー。なんて読むんだろう。なんちゃら飛んでる。これ絶対あれだよー。で、ここに入って、ちょっと進んだら、ここでガチャーンってしまって、ヒーってなるやつだ。こんなトンネルあるか？ああ、終わっちゃった。僕の人生もうで終わりだ。あらら。これほら、十字だよ、十字。また死のイメージなんじゃねえの、これ。なんか、詳しい人いねえか、これ。さあ、お墓で、もう、僕マジでクソ、神考察していいか。もう、実は、このタイミングでもう、トンネルが崩れるか、なんか失神するかでもう、ここの登場人物は死んでいて、で、これが死のイメージを表してるんだよ。で、もう死んだ後に見てる悪夢っていう説だ。僕のえげつない考察。もう実は最初に死んでたパターン。なになに？あ、スタミナ切れか。うわぁ、ライト消すと本当にグレーや。お、外か、これ。あ、外だ。ちょっと安心。あ、猫の鳴き声聞こえる。これまたある、これですよ、あれですよ。わかんねえけど。あー、もう終わりっすね、こうくぐっちゃったら。俺戻れ。なんか、えらいうるさいな。なんか逆に、今のあんまビビんなかったわ。なんでだろう。あら。二人の手を繋いだ。お、これやっぱキリスト教なんじゃねえの？ほらなんかほらほら、教会のあれっぽいやん。言うと。その猫の恨みが何かを引き起こしてるんじゃないですか。あ、ほら、出たまた出ました。水です。マジで、先週やった授業で言ってました。マジ神社とかって手、洗うのにも水使うやん。で、そう、鈴も言ってた。鈴を、
鳴らすやん、お祈りする前に。鈴鳴らして、あの世からの存在を呼び起こすと、なるだけ、神を呼び起こすんだけど、詳しく忘れたけど、で、鈴も鳴ってたやん。で、大体神社の裏には滝もあって、これもまた水のイメージなんですよって言ってたわ、授業で。これ、実際の授業が実生活で生きてることを実感する瞬間、気持ちがいい。お茶飲んでいいか。本当にマジで言ってたんだよ。その先生マジでおもろい先生でさ、受けてる授業の中で一番。びっくりした。異空間に来たわけですか。さっき来た道だよな、ここは。あ、シフトで走った、ちょっと。やばい、走っちゃった。足音消していかないと。ちょっと。シャララランラ、歌おう歌おう、みんなでさ、お、よしよし。よーし。あーなんだ、意外と水切るじゃねえか。なんか眩しいな、やけに。逆に。とりあえず拾った鍵でさ、俺開くっすか。あ、開いた。あ、間違った。わぁ。長えな。今のところマジで化け物は出てきてなくて、今のところボールが落ちてきたのと、なんか猫が泣いたのと猫が横切ったのだけです、今のところ。まだ何も起こってないです。お、チェックポイント？え、何チェックポイントって。あ、ムービーだ。これ、ゴーストワイヤー東京でもよく鈴の音が鳴ってたよな。やっぱ鈴はやっぱあの世の、あの世とこの世のあれなんですよ。あ、全然楽勝じゃん。クソせえや。かかってこいや。ちょっと、怖いからヘッドホンはつけるんで。あ、なあ、ごめん。出れない。ごめん、ちょっと、ダメだ、ごめん。スタミナが足りない。なんで、生きる価値のだってどげるスタミナ。あ、走れない、走れない。ちょっと正面行ってくるわ。ちょっと、いやでももうこれで
しばらくちょっと心休まるわ。マジ知ってるもん、あと。あ、みんな一回でやるんだ。マジかよ、僕、一回でできねえよ、これ、普通に。オートセーブ、一区切りごと、あ、じゃあ、ある程度進めないといけないんだ。その1ステージを。ちょっと今日はマジで最初の1ステージクリアしたら、おっ、あっ、やーっ、どっちだっけ、こっちだったよな、確か。いやでもさっきと比べてめちゃめちゃリードしてるんで、多分余裕。やばい、やばい。いやでも大丈夫。だいぶ余裕あるんで。やばい、ちょっとでけえ音が。やばい、どっちやったっけ。こっちで。はいはい。で、左クリック。はい、もう、はい。はい、さようなら。終わりだよな、これで。あれ、これ、もう終わりじゃない、これ、もしかして。これ、もしかして、無限に追いかけられる感じですか、これは。それ、ちょっと違くね。これ、その鈴の音は、いや、多分、次で終わりだよな。あいやー。あ、なに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 、なに、あ、ちょっと待って、取って、使って、はい、はい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 、え、閉めれない、あ、よっしゃー、なー、あ、ちょっとオープン。そんなことあるかよ。マジで安心しきってた。やりますか。でもマジでこのステージで今日は終えます。もうマジで、多分ね、ガチでチビチビやってたら余計ダメージが来るんで、今回、おーい。あ、ちょっともう本当にやりたくない。マジサクサクいくわ。多分ね、余計にチッタラしてるから、あ、なんだ、このステージだけマジで RTA 並みに一瞬で終わらせて、ちょっと、肩をつけるわ。てん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 。まあね、多分ね、余計に、怖がるから、応援だよ。ただの部屋ですから、いいの。で、だいたい、うわーって、脅かす演出をしてくるだけ。ですからね、まあな、ただく、おお、徘徊者は視覚、聴覚を駆使してあなたを探します。視覚。はいはいはい。
ライターや懐中電灯を点灯すると見つかりやすくなりますが、回路に、回路って読むのかな、これ。に設置してある、お、なんちゃら台の光は関係ないので、どんどん点灯して、まあ、あれはつけちゃっていいの。自分が持ってると、ということかな、多分。常に隠れる場所を意識し、いざという時はしゃがんで物陰に隠れましょう。なんちゃらの中に隠れるのが最も安全ですが、その際は必ず手元の明かりを消しておきましょう。まあ、ちゃんと、マウス操作ちょっと確認しておかないとな。聴覚。しゃがみ歩く走るの順に足音は大きくなってきます。どの程度の足音に反応するかは徘徊者の種類ごとに特徴がありますが、歩く程度の足音なら比較的安全です。もし歩く足音に反応する徘徊者が近くにいる場合は、しゃがんで音を立てずに進みましょう。あなたは非力な存在です。徘徊者に挑もうなどとは決して考えてはいけません。これは一体誰の説明なの？英語かね。やばい、ごめん。やばい、やばい、ごめん。やばい、もう無理。あんなこといいな、できたらいいな。あんな夢、こんな夢いっぱいあるけど。みんなみんなみんな叶えてくれる。不思議なボケで叶えてくれる。空を自由に飛びたいな。ほら、タケコプター。あん、あん、あん。とっても大好き。ドラえもん。でで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 。アイスネントはマジでありがてえ。なんか映んなかったか今。あ、びっくりした。自分の鏡に、え、なになになに、なんか鏡使っちゃったよ。え、え、なんか鏡使ったら変なとこ来ちまったよ。しかも鏡なくなっちゃったし、もう虚空みたいな感じか。まあまあさ、あれ強すぎるアイテムに頼るな、ちょっと。ごめん、あ、やべ、あ、ごめん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 、ごめん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 、もう探索がゴリゴリだ。さっさとコンパスの指す方向に向かい、
安泰な生活を手に入れる。おっと、これは来たでしょ。これほら最初のとこじゃん、寺の。おお、あ、やべ、足の小指すげえ釣りそうやった。あの顔だ。絶対待って、何歌おっかな。絶対来るんだよな、何か。てて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 。これで終わりじゃないの？